こんにちは、ハンブラーです。みんな、天気寒いですね。風気をつけてください。今日も宅配が届きました。今回僕が買ったのが、Bluetooth イヤウンです。ビーチのフレックスです。すぐフレックスしました。もう発売したのが3ヶ月前ですかね。まあ、去年10月ぐらいに出たんで、まあ、値段の方は5400円です。このビーチフレックスは、先作ビーチ X から発展されました。特にバッテリータームが とても長くなりました。最大12時間まで。10分充電で1時間半ぐらい再生ができます。ほいで簡単です。開けてみましょう。中には簡単な説明と今回ケーブルが USB-C2C になりました。その方が確かに便利ですね、まあ。充電器はないです。またここには説明書があります。下にはイヤチップがあります。 まあ、いろんなサイズで全部4セットがあります。これがピッチフレックスなんです。まあ、見てわかるんですけど、これは完全無線にヤホンちゃいます。ネックバンド形の無線イヤホンです。ほいで、ネックバンド形が嫌いな方は、これが合わないかもしれないですね。ほな、見てみましょう。さあ、ピッチフレックスについてちょっとだけ説明すると、ピーチは基本的にボタンを押してコントロールします。両方にボタンがあるんで、右には電源ボタン。これを押して電源入れて消します。左にあるのは、 この再生停止ボタンで上にあるのがボリュームボタン真ん中にあるのはこのマイクなんですけど先作ビピッチ X のマイクよりでっかくなりましたそしてアップルの説明によると風音の低減機能を備えたマイクでクリアな音が出るんですってということは通話品質が最も良くなったことなんですねまた充電方式も USB-C に変わってま便利になって もちろんバッテリーも最大12時間、10分充電,充電で1時間半再生。これが、センサクビッチ X 比べてとても長くなりました。そして、ここに入れたチップセットが Apple W1 チップセットで、AirPod1、ま、世代と同じチップセットなんです。ということは、iOS、iPhone、iPad で使うときには、AirPod みたいに耳から外して、こうすると、ま、一時停止、また耳に戻すと、 自動再生されます。そして、洗濯と違い、電源消す必要がなく、こうすると自動的にスリップモードに転換されます。ほいで、バッテリーの効率が良くなりました。まず、一回聞く前に、ビーチの音域はもともと中低音が強いんです、まあ。ビーチフレックスもやっぱり中低音が強いイヤウンです。まあ、連結して聞きましょう。まず、電源ボタン 押して電源入れたら、ここに LED 光が出るんです。その時、もう一回長く押すと、ペアリングをします。連結を押して、まあ音楽を聴いてみます。もう言ったんですけど、中低音が強いんで、僕みたいにヒップホップが好きな方は満足すると思います。まあ、これしま、これ、これで聞きます。今、あの、再生中なんですけど、この時、耳から外して、こうすると、 一時停止。してんですね。また、耳に戻すと自動的に再生されます。確かに便利です。また大、大日やっぱり中低音が強いです。これも確かに短所がありますね。ここらの線の部分がどこかに合っているとき、その音が大きく効いてます。それがちょっと問題なんですけど、それ以外には、まあ、他のは問題ないです。特に、 通話品質はバチュ君です。まあ、相手もちゃんと聞いてると言われるし、僕もちゃんと聞きます。実は、僕はあの、ブルートゥースイヤンが何個あるんですけど、これを買った理由が、これが便利です。また、アップルから出たんで、僕みたいに iPhone、iPad、m a c b o o k まで使ってる方は、アップルから出たイヤンが便利だと思います。また、イヤンのケースがなくて、ガボンもいらないし、使わないときは、首にかけたら、それで です特に個人的な経験ではイヤホンをつけて運動する時が多いんですけどたまには汗でイヤホンを外したい気持ちになりますけど他のはそれをケースに入れてまたケースをどこかに置かないとあかんですけどこれはまあ首にかけるだけですそして感染無線じゃなくて線があるから途切れる現象が少ないと思いますバッテリーも長いし まあ値段も、まあ、正直値段を考えたら、これよりも安くていいのが結構あるんですけど、ピッチフレックス。まあうち、タクトドレ大好きなんで買っちゃったんです。まあとてもありがとうございました。また会いましょう